おはようございますアワテントの阿波津でございます、えー、今日はですね、えー、先週に引き続きまして先週私がちょっとだけお話をしました今後の市下の我々の業界の考え方につきまして、えー、ということで、えー、やっていきたいと思いますまずあの前回のおさらいをちょっとだけしたいと思います、えー、私が考えましたのはやはり非常に大きな震災災害津波 そして原発事故の始まった3月11日、ちょうど1ヶ月前になりますがその日の前と後でではは考ええ方方を変えた方がいいんではないななということですね。例えばこのような今まで権威だと思われたものが意外と役に立たずそれと反対に現場の個人というのが非常に注目をされたこれは歯科業界に置き換えても同じことが言えるんじゃないかなと。 同時に我々メーカーさんと臨床家の間に入っているという意味においては卸もディーラーも一種のメディアではないかというふうにもし捉えるとすれば今回テレビや新聞などの大手メディアがすごく役に立たなかったというふうに攻撃をされ一方でチューニジアエジプト以来ですね顕著なんですけれどもこういったユーストリームとかツイッターそれからフェイスブックといった個人のメディア およびそれを提供したそれに、えー、提供されたプラットフォームというものが、えー、大変、えー、もう一つの情報源として、えー、有用であったというような指摘があったことも踏まええー、我々の業界における、えー、卸それからディーラーといったものも基本的には同じ問題なんではないかという問題提起をさせていただきました。えーまあ、メディアを どう利用するかっていうのが死活問題であるということが今回明らかになってわけたわけですけれどもそういう意味の2つの意味をとえましてですね私が提案させていただいたのは新しい業界の在り方としてこのような形で3つの提案をさせていただいた次第です。ここまでお話したんでここから今日の話を続けていきたいと考えておりますのでしばらくお付き合いいただければと思います。 最後のページををもう一回おさらいいたします3つの提言1つ目が従来川上すなわち物が流れてくる情報が流れてくると言われていた作る方ですねあるいは輸入する方のメーカー輸入商といったものばかりに注目するのではなくより買い手の方ですねユーザーサイドである臨床家の皆さんそれから卸の場合は ディーラーの営業マンあるいはディーラーの会社の場合は、えー、自分らの営業マンといったところの個人に今後は情報があるんではないかそれは、えー、動乱の時代であるからゆえにですね、えー、従来の方法論をなかなか通用しがたいそこで日本人の特性として、えー、現場のいろんな考え方工夫、えー、そういったものに、えー、今期待が集まっているわけですが我々もそういったところにもう一回注目をして 良い情報良い考え良い行動についてはそれをどんどん発見して育成していくというところが一つの今後の大きな会社の運営の方法になるのではないか同時に臨床科の皆さんのさまざまな動きにもっと僕らは注目をし着目をし彼らの成し得るさまざまな動きをサポートしていくというところに新しい仕事があるのではないか。 そして最終的にはそういった動きをビジネスに変えていかないといけないんですけれどもそれは Twitter や Facebook に我々が学ぶことというのはプラットフォームの提供である。広く使っていただけるような何か土台といったものを提供することによってそれが結果的には新しい業界内その会社の利益のエンジンというふうになっていくんではないかなということを先週の最後にご提案させていただいた次第です。それををもう少し言葉を変えて言いますと、 現場の試行錯誤に次の時代の宝があるに違いない我々はそれを見出し一つ一つの点を線や面にしていこうそれが従来卸と言われていた我々の仕事のもう一つの柱になっていくんではないかということを提案させていただいたわけであります。というところで以上がおさらいです。 で、えー、ここからが今日のコンテンツ、まあ、あんまりないんですけども、えー、ページ数はないんですが、えー、心構えといったことを一つ、えー、もう一つ別の側面からまとめてみようと思いますがそれは必ず一時情報に触れ続けましょううとということです、えー。新聞で読んだテレビで見た、えー、ツイッターで、えー、RT を見たというのは二次情報になります。えー、自分の目ででで見たわけではないです。 必ず現場で起こっているところへ駆けつけ生の声に身を晒し自分の意見を述べてディスカッションをして自分も当事者になっていくそれが本当の力になっていくというふうに思います一次情報に触れ続けるということを考えていきましょうそしてそれだけではなくそれが果たしてどういう意味を持つのか自分にとってそれはどういう意味なのか業界にとってどういうことなのかということをやはりきちんと考え 解釈をすするとといいうステップが非常に大事だと思いますしかしそれだけでは我々の仕事として継続することはできませんので計画を立てるということです、ね、一体ここで起こっていることは何なんだと他でもこれは通用するのかあるいはさせるべきなのかそのためにはまず何を行い最終的に何を求めるのかという計画を立てて最終的にアクション。 というこでですす。ね。もう非常に一般的な話です別に、えー、今回の件があったからどうこうではなく、えー、従来から我々がやるべきことであったことには、まあ、全然変わりないんですけれども、えー、あまり変化のない世の中においてはこういうことって意識をせずに生きてこれたと思うんですね。えー、寛容であるとか寛霊であるとか、えー、従来の、まあ、一つの延長線上で僕らはやってきた業界だったんですけれども、まあ、今回 改めて我々がこういう力を持っているんだということを再認識してやっていきましょうというふうに思っています。さてそういうことにおいてどんな変化が予想されるんだろうということを本当に例ですけれども一例を考えてみました。従来型のりふり構わぬ競争を今後続けたとしますこれを言葉を変えて言いますと競争競争相手に勝つためには えー、なりふり構わぬひたすら、えー、資源やエネルギーを消費しながら仕事をしていくというパターンですね、えー、言葉を簡単に言いますと例えばこれは我々がやっている、えー、月水金と週3回会社さんを回っているルートセールスもある意味そうではないかと僕は考えます、えー、決して臨床科にお前週3回来てくれって頼まれたケースは多くないと思います、えー、ほとんど我々の 都合でで待っているんではないでしょうかその要因についてはいろいろあると思いますが主たるものは不安だと思うんですね他社よりも多く顔を出していれば注文がもらえるんではないか投資のチャンスに立ち会えるんではないかというそういった我々の何となく動いた方がいいんではないかという不安を解消させるためにさて我々はガソリンを使い 排気ガスを出し、道路を渋滞させ、えー、先生方の時間を奪って良かったんだろうかということにまあいつも思ってるわけですが、まああんまり話を長くするできませんが、えー、これは一つのある種のなりふり構わぬ競争であったのではないかと今にして思えば考えます。それから、えー、まあ私この仕事をやっていますとキャンペーンのチラシというのは山ほど来るわけですけれども、果たしてこんなに必要だったのか、このキャンペーンをやり企画し チラシを作り巻きそして捨てられていくそれは、えー、単に紙の無駄というだけでなくそれを媒介し多くの時間を使い社会的な資本を奪ってるのかもしれませんそれに対する見返りといったものは本当にあったんでしょうかまあここまで言うとちょっと語弊があるかもわかりませんけれども本当に今出てきている新製品というのは歯科の臨床を変えるために開発されかつそれが 実行に移されて意味があったのかどうかっていうのはいくつかに関しては疑問もあります。もしかしたら流通のステップにおける自社のシェアを伸ばすためだけに開発されたものであったのかもしれません。一方で先ほどご提案させていただいた私の新しい考え方まあ新しくないですね今回改めて気が付いた考え方というものを おーがあるとすれば、えー、自分にしかできない何らかの社会貢献というものをーベースに考える従来のなりふり構わぬ競争でただひたすら勝ち続けるんではなくて、まあ、それはそれで必要なのかもしれませんが一方で、えー、さて自社には何ができるんだろうという考え方をした場合に、えー、何が変わるか、えー、顧客社会のために自分のやるべきことを 最も良い効率で行動するというふうに考えた場合には、従来、えー、予防歯科に関してはですね、えー、歯ブラシが売れないじゃんという意見があったのは確かです。えー、あまりに虫歯がなくなって、えー、ペリオがなくなってしまうと材料費はいらなくなるんじゃないかと、まあ口にして言う人はあまりいないと思いますけど、どっかそういう意識があったと思うんですね。でもそれは、えー、やはり社会の進歩のためにはやるべき行動だったんじゃないか。 そしかのユニットが法定7年なのに平均して20年使われているからこの業界は不況であるといった意見をよく耳にしますけれども果たしてそうなのか、えー、果たしてそうなのか、えー、エネルギーの効率利用に関してもそれから顧客の側に立って、えー、見てもですね頻繁に新製品に置き換えていくことだけが果たして、えー、メリットがあったのかどうかそれと えー、まあディーラーの営業マンで言えばですね、えー、知識を持ち製品のことをよく理解し臨床のことまで、えー、思いやることのできる営業マンということにを育てることに一体いくらの、えー、お金それから時間をかけてきたのかということを考えた場合ですね、えー、多くのケースではいくつかのケースではそれは無駄であるないしは逆効果の場合が多いという意見がこの業界にあったことは 事実です。ですが、えー、このような事態に置かれてですね、えー、新しい社会の枠組みを少しでも早く実現していこうと思った場合、例えば被災地におけるディーラーさんが何をすべきかって考えた場合に当然。ここはやんないと思うんですね。こちらから始まっていくと思います、えー、我々も被災地ではないディーラーも含めてですね。やはりそういうところから学ぶべきところは非常に多い,いと思います。 上半分は、えー、やればやるほど今後、えー、社会的な評価は減ると思います従来は評価は減っても利益があればいいじゃないかという、えー、社会でした、えー、今後は評価が減るということはもしかしたら淘汰されていくということも考えなければならないと思います下半分で考えると、えー、こういうことをやっていくと評価は増えると思います あの会社は非常にいいことをやってる彼は非常に分かってくれているただ利益にならない継続はできないというのが従来の考え方でしたでも今後は何がどうだというふうに私は確信はありませんけれどもいろんな世界中の今起こっていることを考えると少し希望が出てきたように思います二十世紀的な評価を減らしてもとりあえず金持ってこいという時代から評価が得れば 評価さええー、きちんといただければ潰れることはないし、もしかしたら成長もあるかもしれないという、えー、単に希望だけではなくて、そういう手法、えー、そういうツールといったものが、えー、徐々に完成されてきたような気がいたします。えー、これはダメでこっちに行きましょうという意味ではありません。えー、従来はこちらだけでやってきたんですけども、今後は、えー、こういった動きもですね、絡めながら我々が動いていくと少しは、 良くなっていくような気がしておりますちょっと話がありますけれども、えー、復興という言葉がよく聞きますけれども果たして僕らは3月10日までにの時点で、えー、すごく理想的な社会だったのかと言われると決してそうではないと思うんですねやはり、えー、歯科業界はこのままじゃダメだとか、えー、閉塞感があるとか、えー、不満ないしは、えー、まあ なんていうかな変えようという言葉であふれていたと思います。その時点に戻ってもしょうがなないいいんじゃないかと思います、えー、せっかくですからこ,のこれをチャンスにしてこれを機会に最適な社会の効率や、えー、もっと社会的な資源やエネルギーを効率的に使えるそしてそれが評価される、えー、先ほど言いましたけど利益よりも評価が優先される社会といったものを 目指していいくべきではないかとというふうふに近頃考えることがあります、えー、本当に単純に復旧という形で従来の社会を作り直すだけであればですね果たしてあの、えー、膨大な犠牲といったものは何だったんだというふうに考えなくもありません。えー、あれだけの犠牲を払っているわけですからそれを報うためにも我々はより、えー、良いと思われる社会に エネルギーを注ぐことが、まあ,あ責任の一種ではないかなというふうに考えるわけです。えー、いろんなことに学び、すべてを変えていければと思います。まあこのスライドはちょっと長くなるので、時間も来ましたので、どっかの機会にまたやりたいと思います。まあこれは、えー、例えばの話ですね。我々の業界ももっと先生方に学んでいこうということを一つの例として、 書いていましたのでどこかでチャンスがあればお話をします、えー、最後に個人として明日からできる考え方というのを僕の提案を聞いてくだされたと思いますインプットとアウトプットに分けましょうという提案をさせてくださいこれは個人向けの話です、えー、例えば鹿のディーラーの営業マンがえインプットといえばまあ例えば現場の一時情報ですね先生からお話を聞く それから、えー、テレビ新聞ツイッター、フェイスブック、グーグルなんかであらゆる情報を見聞きするもちろんいろんな本を読むこれは今までも十分こういったことをされているあるいはそういうことに興味があるので、えー、わざわざこういった朝のユーストを見てくださっていると思うんですけれども、えー、私思ってますのは、えー、最近よくピンポンになりますね、えー、アウトプットですね えー、仕入れたものは出ししてていいいいくとととうううことを念頭に置いていきましょうという提案です、えー、メモを取るもよしツイッターフェイスブックグーグルにブログとかを含めて書いていく発表していくっていうこともよし最終的に今私はこうやってやっているように「俺はこういうふうに思うんだよね」と人に話すもよしで両方とも従来されてきたことかと思いますけれども、えー、このような時期において我々が意識していくのは常に アウトプットすることっていうのを念頭に置きながらインプットしていきましょうというふうに思います先ほどいくつか提案をさせていただきましたけどあの毎朝唱えても多分意味ないと思うんですね忘れると思います必ずどっかで自分の考えたことや読んだ本や仕入れた情報を自分なりに解釈をして人に話してみるでそれを必ずや残していくということを えー、意識していくとより良いかなと、まあ、ちょっと偉そうなことを書きますけどまあこれもあの僕の読んだ本に書いてあったんですけどもこういうことも必要かなと思って書いてみました。いずれにしましても、えー、大変な災害が起こったわけですし現在も起こっているわけですので、えー、単に復旧にとどまらず我々はゼロベースで、えー、新しいことに 変えていいきたいそれも半年後1年後にやるということだと多分駄目だと思いますし成功率も低くなりますこういった状況に置かれている今ですね考え実行して全部が成功するとは思いませんけれどもいくつかの成功例をみんなで出していくということがこの業界にとのみならずですね、まあ、日本の復興に非常に有用なんではないかと偉そうですが最近考えているので アウトトプットしてみたということい、はい、うこでですすは以上ちょうど時間も過ぎてしまいましたのでこの辺りで終わろうと思ってますが、えー、これ、えー、とケルンの IDS デンタルショーというのがですね、えー、震災直後に、えー、ありまして、えー、我が ODM 理陣営からも何名か行かれたということなんですけども、えー、レポートを書いてねと言ったところ大分の別府の松井商会さん、ね、松井さんから このような立派なレポートが送られてきましたので今日これから ODM のようにアップロードいたしますぜひ読んでくださいこれはあの先ほど言いましたアウトプットの例だと思います、えー、ドイツに行かれる前にですねちょっと書いてくれというふうにお願いしましたので、えー、写真と素晴らしい文章とこうやって書いてくれてでこれをみんなで共有できますし書く側も多分ですねまああの現場に行ったらどういうふうなレポートを書こうかなどういう人がこれを読むのかな 読んだ人がどういうふうに見るのかなっていうことで、えー、意識をされてて取材しいいただいただと思うんですね、えー、単にその自分とこのお客さんにお話しする目と違って、えー、直接のライバルあるいは間接のライバル業者であるィーラーさんないしは歯科業界にそれをレポートするという、えー、割と変わった視点を持つことによって、えー、もしかしたら今までと違う。 内容のレポートが書け、ご本人にとってもすごく刺激になった可能性があります。これが先ほど言いましたあのアウトプットを前提にインプットしましょうねという非常に良い例だと思いますので出してみました。まあこんな感じで、えー、皆さんのレポートもお待ちしておりますので、ぜひ、えー、今後ともお付き合いのほどよろしくということで、えー、今日はこの辺で終わります。次回来週は4月の20日の水曜日ですね。 えー、多分熊本にいると思いますので、えー、何かネタがあればやりますしなければ、えー、この2回続けてお話をした第3弾的なものを考えていきたいと思っておりますのでお付き合いのほどよろしくお願いします。ということで、えー、ありがとうございました。えー、ではまた次回。